教えて宅飲み。皆さんこんにちは、おはようございます、もしくはこんばんは。ビールスタンドしげとみ、マスターしげとみです。今日も教えて宅飲みにお付き合いください。今日はですね、23杯目になります。今日は桜ビールのお話をしたいと思います。教えて宅飲みのコメントにこういうコメントがありました。まあ今2020年、今日5月5日です。日本中は新型コロナの影響で本当外出禁止で、とても皆さん不自由な生活を強いられて、また頑張っているこの状況ですけれども、この機会に数量限定でも良いので地域限定ビールを全国発売してもらえないでしょうか。おたふくさん、ありがとうございます。さすがに重富の力ではですね、地域限定ビールを全国発売に持っていくっていうほどはちょっとね、かなり難しいんですけれども、桜ビールというビールがあります。これ数量限定のビールなんですけど、この度全国発売をされるというニュースをキャッチしましたので、今日はこの桜ビールについて少しお話をしていきたいと思います。1913年、大正2年の門司、北九州にある門司ですね。そこにですね、九州初のビール会社帝国ビールが誕生します。九州初だったそうです。この帝国ビールから発売されたのが桜ビールです。桜というとね、今では本当日本人を表す花ですけれどもね、こう桜ビールが発売になりました。当時この桜ビールは日本のシェアでいうと 9% 台、ほぼ1割のシェアを獲得したという、大変健闘したビールだったようです。この帝国ビールは後に社名を桜ビールと変更します。そして1943年、昭和18年、大日本ビールに合併されます。この大日本ビールはまた改めて説明をしたいと思うんですけれども、当時恵比寿ビール、アサヒビール、札幌ビールの3社が一つの会社になったのが大日本ビールです。日本で最大のビール会社でした。そして1949年、昭和24年、戦後ですね、大日本ビールは2つの会社に分割されます。その2つの会社が日本ビールとアサヒビールです。この帝国ビールの流れを組むこちらの門司にあったビール工場は日本ビールの管轄となります。そしてこの日本ビールは後に社名を変更します。その社名が札幌ビールということになります。これがね、その当時の門司のビール工場の全体図になります。かなり大きな、大規模なビール工場だったようですね。札幌ビール九州工場は2000年、平成12年に閉鎖となりました。その後この札幌ビールの九州工場は大分県日田市の方に移転をすることになります。場所をもう一度確認しておきたいんですけども、九州の、福岡博多のこの北九州にある門司にこのビール工場はありました。観光で有名なのはね、今どちらかというと門司港の方です。門司港と門司、場所はあんま近いんですけど、場所は違う場所になりますのでね、もし訪れる際はお気をつけください。この旧札幌ビール工場の跡地、重富、去年ですね、2019年にちょっと訪れておりますので、その時の写真を見ながら説明をしていきたいと思います。現在もですね、その当時のレンガの建物が4つほど残っています。ビール醸造棟もありますし、あと、いろんな建物がありまして、展示物のあるのがあったり、交流館というね、こう喫茶店とかカフェとかある、少しミニホールなんかもあるような建物もあります。これがその当時の醸造棟になります。実は中にですね、その当時 の醸造設備が少し残っているんですね。これ後ほどご紹介をしたいと思います。これノスタルジック海峡というね、国の登録されている有形文化財にもなっております。旧札幌ビール九州工場ですね。この手前にある交流館の中であるイベントが開催されました。そのイベントに参加するために今回重富は訪れたんですけれども、これお分かりいただけますか。机の上にあるもの、これ VR です。
はい、今時ですね。実は旧札幌ビール九州工場 VR 体験というあのイベントが行われました。その当時の工場内の設備を VR で再現をして、それを見ながらその当時を懐かしむというかね、思いを馳せるという、そういうあのこの VR 体験、この VR の記者発表の日に重富は参加させてもらって、この VR も見せていただきました。本格的な VR の、ね、初体験だったんですけれども、その場所でこの VR を体験するというのはとても趣深いものがありましたので、ぜひあのコロナ収束後は皆様この体験も、ね、含めて出かけていただけるといいかなと思います。ここで特別に旧醸造場の中を案内してもらいましたので、少し皆様にご説明をしてみたいと思います。まあ、あのすごい古い建物 の木の階段上がっていくと少し広い場所にあります。まあ、多分これ醸造釜とかですね、煮沸釜なんかがあった場所なんだろうと思います。そしてここにあるのがですね、麦汁を絞る機械だそうです。かなり大きな機械ですね。とても圧巻の麦汁を絞る機械がありました。そしてこれ下から上を見上げた写真なんですけど、おそらくこれ麦汁の煮沸釜の底の部分だろうと思います。そして壁を見るとですね、当時のスイッチがありました。なかなかね、こう昭和感というかね、レトロ感のあるスイッチですね。冷却室とか、冷却の廊下のこれ多分電気のスイッチでしょうね。そしてその横にですね、こういうものがありました。ベルの信号というですね、冷却を始めるときはトーツツですかね。で、冷却が割とトーツツツみたいな、ちょっとモールス信号の言い方わかりませんけど、ベルの信号で、冷却始まるよとかね、そんなことを表していたっていうのがありました。とてもなんかすごい私の目を引いた部分ですね。そして事務所に行きますと、その当時の作業員の名前がまだ書いてありました。そして作業内容とかですね、この辺でビールを作ってらっしゃったっていうのが今も忍ばれる感じです。これわかりますかね。かなり大きなもの、奥行きがあるんですけど、この中をですね、撮影してみたんですけど、さすがにスマホのライトなんであまり綺麗に映りませんでしたけど、多分これ中を洗うような機械ではないかと思いますけど、かなりこう奥行きのあるものでした。こう全体像がこれなんですね。なかなかね、写真では分かりにくいですけど、かなり奥行きがあります。これ貯蔵タンクなんですね。ビール工場に行かれた方はよくお分かりかと思いますけども、工場の外にこう縦型に貯蔵タンクがたくさん並んでいるのを、ね、光景としてご覧になったことあると思いますけども、文字工場ではですね、横向きにこうタンクがこう貯蔵してあったという、とても、ね、珍しい光景が未だに残っていますので、何かの機会があれば訪れてみてもらうといいかもしれません。旧札幌ビール九州工場のバーチャル工場見学でした。この帝国ビールさんのビール工場の跡地、旧札幌ビールさんの九州工場は今赤レンガプレイスという名称で、さまざまなイベントなんかも行われています。そして当時の桜ビールを復刻したということがありました。2011年と2019年、隣の門司港にあります門司港ジビールさん、クラフトビール、地ビールで有名な門司港地ビールさんがですね、復刻桜ビールというのを発売されました。瓶、ね、ビールとかね、樽のビールで発売されました。そして2020年6月16日に札幌ビールさんより桜ビールが全国発売になります。はい、当時のレシピを忠実に再現した、そのに多少現代風の飲みやすさを少しイメージして作られたというふうに言われています。ぜひ、この桜ビール6月16日に全国発売になりますので、ぜひお近く のコンビニさんとかでもね、多分売ってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、ぜひ、購入して飲んでみてください。これ桜ビールです。
まだ発売前なんですけど、あるところからいただきましたので、ちょっと味を確かめてみたいなと思います。ちょっと最初ね、味を確かめるために泡立てないようにちょっとついて、さあどんな感じでしょう。そうですね、ホップのこう香ばしい香りがかなり引き立つ感じですね。そして割と柑橘系の少しフルーティーなイメージも少し飲んだ後に口の中に広がっている感じがします。割と苦味もね、割としっかりしている感じかもしれません。これ何継ぎがいいかなとこうイメージしてるんですけど、今イメージなんかちょっと飲んでたんですけども、少しこの苦味と炭酸感と香り感がこうそのままストレートに飲むと割とダイレクトに感じるので、やはり少しこのベースにある麦芽の旨味を楽しみたいと思うので、ちょっと今回は二度継ぎにしてみたいと思います。空中で継ぐ二度継ぎ、果たしてできるのか失敗したらちょっと笑ってやってください。いきますね。あ、こぼしたら、難しいですねちょっと二度継ぎがしっかりできなかった感じですけど、はい、味わいがどう変わるのか飲んでみたいと思いますね。やはり継ぐことによって炭酸が多少飛びますし、苦味の部分が少し抑えられるので、少しホップの香ばしい香りと少し角の取れた苦味、そして喉越しという、そして後口はですね、少しこう麦汁の甘みをスッと感じて、割とそこがしつこくなく、割とこうスッと消えていく感じのビールでしょうか。なかなか私食レポ、ビールレポ下手くそですので、ぜひそれは皆さんご自分で飲んでみて体験してみていただければと思います。なかなか今年の4月日本中で桜がね、本当に綺麗に咲いていた時期がありましたけれども、この新型コロナの影響でなかなかお花見ができなかったということです。6月16日にね、この桜ビール発売になります。まあ、桜はね、もちってしまいましたけれども、でもぜひ皆さんでこの桜ビールを飲みながら、ぜひ心の中の桜を満開にして、見て、楽しいビールを飲んで、美味しいビールを飲んでいただければと思います。今日はここまでです。教えて宅飲み、うまいビールは笑顔を生み出します。今日もうまいビールで乾杯しましょう。ではまた次回をお楽しみに。